吉田さん、先ほどはお越しいただきましてありがとうございました。まあ、瞬く間に去っていったっていう形になりますけども、まあでもね、旅の途中にこうやって寄ってくださって非常に嬉しいなと思うのは、私がね、何の実績もなく何の目立ってもいなければ多分素通りだったと思うんですよ。まあそういう意味で言うと、なんか絡んでもいいかなと思っていただけるぐらいにはなったのかなと思います。やっぱり今ね、毎月のように商品作って売ってる吉谷さんに比べて、私はビジネスをそれほどまでにガンガンやってませんので、やっぱりその辺では水を開けられてるかなと思いますが、全体的な自由とか、それからね、お金のこととか時間のこととか、こういうことを考えるともう競うレベルではないかなと思ってるんですよ。やっぱお互いに自由で尊重し合って、そしてある意味ね、いい感じで叩き合ってるところがなかなか面白いんじゃないかなと思います。でもこれからもね、ドリームアカデミアが大きく発展することを願いながら、そして私もですね、速稼塾が人に忘れられないように、でも優先度としては私は自分の隠居道ですからね、隠居というものを確立するためにますます夜から離れて、その自分の世界をね、自分の人生を生きていきたい、かなと思ってます。まあそういう活動の少しでもが新しい人をね、勇気づけることができればなと思ってますよね。と同時に、やっぱり速稼塾っていうのは新規の塾生さんを積極的には募集してませんけども、既存の会員さんをね、絶対導き出していきたいと思うんですよ。その富の道、自由の道へ。でそういう意味ではまだまだ私も挑戦は終わりません。速稼塾は私の第二の家族ですからね、一人一人にフォーカスを当てながら、これからも手取り14万ではないですけどもね、少しでも求めるような人生に、まあ、運んでいきたいかなと思ってますよね。で今回ね、手取り14万というテーマで結構やり取りしてるんですけども、やっぱり吉田さんと会って話してみると、お互いに漂うところが多くってね。で決して手取り14万円をバカにするわけではない。でも人っていうのは分かっていても動けないんだってところもよく分かってるんですよ。ですけどやっぱりね、これは先ほどの動画でもお話ししちゃうように、ネットビジネスの世界に入るってことは今までの常識とかね、それからいろんな頑張ってきたとか通用しないところがあります。これを例えて言うと、ボクシングを習いに来てる人に野球のユニフォームとバットを持ってきてるっていう感じなんですよ。ですんで、すいません、バットを置いてもらえますか、そしてユニフォームを着替えてもらえませんか。もうボクシングはグローブをつけて上半身裸でトランクス1枚でやるもんなんですよ。だからそこは分かってくださいねって言ってるようなもんなんですよ。これをだから不義理な言葉で例えると、いや顔出しで YouTube やりましょうよとかね、情報発信していきましょうよってことなんですよ。いやでもなかなか情報発信抵抗があるんですよ、 YouTube 顔出しでしょっていうふうに言ってるってことは、ボクシングを習いに来たのに野球のユニフォームを着てね、帽子をかぶってね、バットを持ってる状態ってことなんですよ。それではかっ飛ばしたホームランを打てるかもしれませんけども、ボクシングのリングに上がればこれは反則負けです。まあですんでね、ぜひ手取り14万から手取り100万、200万っていうね、別世界に来たい方とかは、常識の殻を破いてね、新しい常識を身にまとっていただきたいかなと思います。ね、吉田さんね、まあそれが手取り14万から脱出する第一歩になるんじゃないですかね。自分の常識をかなぐり捨てて、まずは流れに身を任せてみてください。その上で金銭的に自由になったら自分の人生をデザインしていけばいいと思うんですよ。私もそういうところから始めてみました。とりあえず没頭してみてください。今回お話しすることは以上ですかね。吉田さん、じゃあ旅の安全を祈ってます。また返信ください。